はい、どうも大瀬明和でございます。いつもありがとうございます。ということで今回もやっていこうと思いますけども、このチャンネルでは1960年代、70年代、80年代、90年代の音楽やアーティストを中心に、僕が誰からも頼まれてないように勝手に解説するといったチャンネルになっております。ということでお時間ある方は見ていただければ幸いでございますけどもですね、今回はですね、ちょっと短い動画にもなってきてしまうんですが、浜田省吾さんのハッピーバースデーソングという、楽曲についてねお話をしようかなと思いまして、というのもですね、本日1月21日私大瀬明和の、23歳の誕生日ということでございまして、本当にありがとうございますということでね、申し訳ないですね。なんか昨日ですね、なんか抱負というかね、23歳になりましたみたいな動画出して、こういろいろこう皆様から温かいコメントがすごく、心に刺さりましてね、本当に嬉しく思います。本当にコメントくださった方々、本当にね、 YouTube のコメントもそうなんですけど、インスタのコメントとかもね、本当にありがとうございます。で、ハッピーバースデーというか、誕生日といえばですね、この曲しかないだろうということで、今回はこれね紹介したいんですけどもね、いろんな曲あります、ハッピーバースデーで。それこそ洋楽だってね、スティービーワンダーのハッピーバースデーとか、BB キングとかね、いろいろあるんですけども、邦楽のハッピーバースデーソングっていうと、いっぱいあるんですけど、やっぱ僕は浜田省吾さんのハッピーバースデーソングに尽きるんじゃないかと、このように思うわけでございます。で、私事でね、本当にこう申し訳ないんですけどね、誕生日だからなんてね、僕のことなんで、世間にとってはね、ただの1月21日っていうだけなんでね、本日誕生日だった方とかも、ぜひ、おめでとうございますと言いたいんですけど、別に今日じゃなくてもですね、誕生日っていうのは1年に1回必ずあるわけじゃないですか。で、そうなってきた時にですね、ぜひこの曲を聴いてほしいというふうに思いましてね、紹介したいと思いますけども、僕もね、誕生日っていうか、別に人と会ってないですよ。誕生日だからっつってこうね、パーティー開いたりとかそんなないんですよ。家で粛々とですね、自分で自分を祝うじゃないんですけども、こうね、ワイン買ってですね、ワインとかケーキを買って一人で食べて、それで、それでですね、なんかいい音楽を聴いてっていう、それが僕にとっての幸せなひとときなんでね、音楽を聴いてワインを飲むなんていうね、こんなね、楽しい時はないわけでございますけど、そんな中でね、一番最初に聴いたのがこの浜田省吾さんのハッピーバースデーソングなんですね。で、これはですね、旅するソングライター、今、絶賛、浜省のアルバム誌ということで、いろんな歴代中にアルバムをね、オリジナルアルバムをね、追ってるんですけどもね、まだ旅するソングライターやってないという、マイファーストラブまでしかやってないということでね、まだねこのハッピーバースデーソング触れない方がいいかなと思ったんですけども、いずれ触れていくことにはなると思うんですけどね、ただこれを今回紹介しようかなと思います。旅するソングライターに入ってますということで、これ短いですよね、2分ちょいかな、2分何秒ぐらいの楽曲で、すごく短いんですよ。で、やっぱりこの短さっていうのもですね、音楽のなんかね、特に60年代とかのああいった音楽性もやっぱり2分台とかになっておりますし、このハッピーバースデーソングってこう深い意味というよりかはですね、こうただただ誕生日おめでとうということでこう言うようなメッセージで、そこまでこう深い意味というのはないんじゃないかと僕思ってたんですけどもね、よくよく昨日聞いてみるとですね、こうなんかもっとね、考えさせられることがいっぱいあったんですよ。なんで今回歌詞をちょっと紹介したいなと思いますけども、はい、最初の歌詞、パパとママにありがとう、2人の努力実って今君はここにいる、ハッピーバースデー to you ということでございますけどもね、パパとママにありがとうね、2人の努力実って、でこうね、僕もこうね、23歳になったというこの誕生日の節目でよくよく感じるのがですね、生まれてきたことっていうのはすごい奇跡なんだなっていうふうに思いますよね。なんかこうちょっとね、自分でなんかいろいろここまでやってきたんだとか、思うことあるじゃないですか。なんか自分でね、仕事とかさ、恋愛とかいろんなことをさ、自分のなんか力で成し遂げてきたっていうね、そんなことを皆さん思うと思うんですけど、ただ原点に振り返ってみて、この世に生まれたことっていうのは、パパとママ、要はお父さんとお母さん、親父とお袋、その二人のね、努力というか、その二人が出会って、そこで愛し合って、そしてその二人の努力が実ったことによってですね、こうやって生を授かってると。そこにですね、原点にやっぱりこう立ち返ってね、ありがとうっていうことでね、こうね、ちゃんとこうなんだろう、こう思ってないと、いけないのかなって改めてこう思いましたよね。なんかこう一人でやってきたつもりなんだけど、やっぱりこうパパとママのね、努力というか、本当にその二人が出会って、そして大切に育ててくれたことが、それが本当に幸せなんだと。で、そこがですね、やっぱりこう忘れていきがちなんですよ。そんなことってこう毎回ですね、思わないですよね。生きていく中で毎回パパとママにありがとうってこうなんないじゃないですか。でもこう誕生日の時っていうのは、親にこうやっぱ感謝しなきゃいけないっていうか、
まあそういうふうに思うわけですよね。で親だけじゃなくてね、そのね、おじいちゃんばあちゃんとかも、その前の世代の人とかも、まあそういった人たちの命のね、リレーの名のもとに、こう我々が今生を授かっているということで、なんか小さいことでくよくよしてたけどもね、そんなことを考えてるより、まず最初に生まれてきたことっていうのに感謝しなきゃいけないんだなっていうことで、ですごくこの歌もね、こうなんかこうポップにこう歌ってるんですよ。ポップに歌っているんですけども、なんかこうやっぱここで深い意味っていうものが取れるのかなと思います。はい、続いてケーキの上にキャンドル、年の数だけ灯して祈ろう君の幸せ、ハッピーバースデートゥーユーということでございまして、ケーキの上にキャンドルね、はい、まああのね、ろうそく、年の数だけ灯す、最近やんないですけどね、僕誕生日でケーキ食べたのってもう小学生以来、中学とかもうほんと覚えてないですね。誕生日でケーキってなかなかね、あのないんですけども、まあただあのお祝いしてもらってね、あの食べたりとかもすることありますけどね、うん、やっぱりこう誕生日といえばケーキっていう感じですよね。そして祈ろう君の幸せということでね、あの多分この歌っていうのはこうハッピーバースデー本人のね、誕生日当事者ではなくて、この誕生日を祝う人がですね、まあ歌ってるわけですよね。でなるとですね、ここではですね、まあ友達同士っていうあの可能性もあるし、あの恋人同士っていう可能性もあるわけですよね。でこう君の幸せ、ハッピーバースデー to you ということでね、なんかいつまでもですね、まあ恋人だとしてもですね、こうずっと誕生日をこう祝い合えるようなね、そしてなんかね、こうパパとママに感謝して、君がこの世に生まれたことに感謝して、そして君の幸せを願ってハッピーバースデーっていう、なんかそういう関係性を築いていきたいもんだなと、まあしみじみ思うわけでございます。はい、続いて、世界に、一つの尊い命とかけがえのない人ということで、まあ本当にそうですよね。本当に1年に1回の誕生日で世界に1人なわけですよね。この君という人はなんかかけがえのない命なんだなっていうことで思いますよね。でまあ深い話をしてしまうとですね、なんだろう、やっぱりこう今コロナウイルスでなんだろう、こうね、あの自ら命を絶ってしまう人とか、いるわけじゃないですか。でこう別にコロナ関係なくてもね、そういう人っていると思うんですよ。でもういろいろこう人生こうくよくよしたりとかすると思うんですよ。ただやっぱりですね、こんなこと言って綺麗事なんじゃだろうっていうふうに思われるかもしれないですけど、やっぱりあなたという人はですね、世界に一人だけなんですよ。世界に一人で誰とも重ならない人なんですよね。だからすごく尊いんですよ、あなたの命っていうのは。だから嫌なことがあってこう命を絶つっていうのも、まあなんかね、こうなんか、まあ気持ちわからなくはないんですけど、ただ絶つ前にこう自分の尊さ、だから自分をですね、こうなんていうか敬うというかね、自分はこんなに尊いんだというか、自分の命は価値あるものなんだっていうことをね、改めて問いかけるっていうのがすごいこれ大事なんだろうと思います。なんか自分自身のこう尊さっていうところをですね、思うことがすごくなんか大切なのかなと思います。だから誕生日っていうのはそういう機会にもいいのかなと思います。まあ、誕生日はすごく楽しい日々っていうのもあるんですけど、やっぱりそれまでのこう悲しいこととか辛いことっていうのをこう受け止めてですね、そんなんでもやっぱ自分には価値があるし、これからは未来には可能性がある、これは年齢がいくつなろうとっていうところで、ちゃんとこう自分を見つめ直す時期なのかなというふうに思います。はい、続いて、君が生まれた日の夜、パパは涙目でママにありがとうってキスした、ハッピーバースデー to you ということで、これ素敵な描写ですよね。パパは涙目でね、ママにありがとうってキスしたということで、本当に命ってこうやっぱりこうね、パパとママから始まるわけで、でこうやっぱ嬉しいんですよね。こうまあ僕子供いないからね、そんなあんまり深いこと言えないんですけどね、やっぱりこうでもね、友達で子供ができましたとか、そういう、ね、人がいるとやっぱりこう嬉しいわけですよね。やっぱりこういろんな人のこうなんだろう、こうなんかね、願いがあってこう生まれてきた命なんだって、ありがとうってキスしたっていう、まあ、この描写っていうのもすごくいいのかなと思います。はい、続いて、明日は昨日よりももっといい日になるだろう、そう信じて生きていこう、ハッピーバースデートゥーユーということで締めくくられておりますけどもね、まあ、本当に明日は昨日よりももっといい日になる、まあ、本当にそうなんですよ。結局今日よりも明日は必ずいい日になる、まあ、そういうふうに願うことって、まあ、本当に大切なんですよ。だから、どんなに辛くてもですね、まあ、誕生日とかにこう縛られなくてもいいんですけど、ただ毎日毎日明日よりはもっといい日になるだろうっていうふうに思っていくとすごくいいんですよ。で、僕が思ってるのはこう嫌なこととか辛いことがあった時に、なんかね、
これはあの又吉さんかな、なんかピースの又吉さんかなんか言ってたんですけど、あの嫌なこととか辛いことがあった時に、これはあのいいことがあるためのこう前兆だというかね、まあ、振りだっていう風にこう認識するといいということで、あの今日すごい辛かったと、まあ、そうなった時に、あこれはもういい日があるため、いいことがあるためにこうわざとこう神様があの悪い風にしてるんだなとかね、そういう風な思想というか、そういう風な考え方を持っておくと、なんだろう、あの辛いことも受け止められるんじゃないのかなと思います。だからそういう意味でやっぱりこういう音楽を聴くということとか、改めてねこういうハッピーバースデー誕生日っていうこの人生の節目でこう改めてこうなんかねいい風にこう思わせてくれる、まあ、そんな名曲だと思います。そしてあのどんなに辛いことが皆さん待ち構えていてもですね、こう音楽によって、まあ、何回も僕音楽聴くとね人生変わるみたいなお話してますけども、まあ、こういった音楽によってですね、まあ、多くの人があの救われてほしいなとすごく願っております。あの本当に僕もまあ、まだね、まだ23だろみたいなね感じかもしれないです。まだクソ若造めみたいなね感じかもしれないですけど、でもここだけは自信持てるのが、どんな人よりもねいろんな楽曲を聴いてきたんですよ。音楽尽くしの人生でしたんで、ずっともうどんないろんな楽曲を聴いてきたんですよね。でそのいろんな楽曲が聴いてきたことによってね、その歌詞のメッセージとかその音楽性とかそういったものになんかこう見せられて、それで明日も生きていこうってこうなってきてるんですよ。やっぱ音楽がなければ僕の今まで23年間というものは語れないし、まあ僕のことになっちゃって申し訳ないんですけどね。でこうやっぱりこう音楽というものがこう何気ない日常というものに、毎回こう助け舟を出してくれるな、皆さんもそういう経験あると思います。なかなか音楽聴かないという方もね、ぜひこういった音楽によってですね、ぜひ一人でも多くの方が明日はもっといい日になると思ってくれればなと思います。で、まあ、誕生日ということでこの曲というのは、そういったこう人生の節目にね、なんか聴いてなんか改めてこう自分の価値であったりとか幸せというものを再認識できる、音楽になっているのかなと思います。ということで長々と喋ってしまいましたが、まあ、本当に皆さんコメントとか本当にありがとうございます。とても嬉しいです。こんな僕みたいなのにね、わざわざ申し訳ないですね。なんかね私事すぎて申し訳ないんですけど、本当にありがとうございます。ということでこれからもどんどん、皆様の役立つような、役立つというかね、皆さんの心に癒しを与えるような音楽というものを紹介していこうと思っておりますので、これからも大成秋葉よろしくお願いします。ということで今回以上です。ありがとうございました。